赤坂大介は日本の映画批評家である。シネクラブ、ニューセンチュリーニューチネマを主催し、ポルトガル、フランス、ドイツ、オランダ、グルジア、ラテンアメリカなど20年にわたって世界各国の未公開の傑作を紹介上映してきた。2014年はアルゼンチン映画のヒグウで新しい作家たちを日本に紹介した。近年はイギリスのサイトサウンド、 フランスのディライブ、イタリアのラフリア・ウマナ、スペインのイール・ミエール、ペルーのディシフィルム、中央評論、ノーバディ等に寄稿。2015年よりノーバディにメディア批判としての現代映画連載中。企画、教著、マノエルド・オリベーラと現代ポルトガル映画。2008年より立教大学講師。 2005年に立ち上げた同盟ウェブサイトでのジャンクロードル総論が映画雑誌ディライブスに転載されたのをきっかけに海外の雑誌で映画批評の執筆を始める。1997万1999年アテネフランセ文化センターにおいてポルトガル映画講座をプロデュースしペドル・コスタやジョアン・セイザル・モンテーロを日本に紹介したほか2001から2005年にかけては ハルトムート・ビトムスキー、ハルーン・ファロッキー、ペーター・ネストラー、フランス・ファンデス・タークラーの紹介と上映。2009年には、ルドルフ・トウメー、島の探求の日本上映を実現させた。ありがとうございます。